前回までのあらすじ。フィルノアコーポレーションに、到着。え、ビル壊すの？まあいいや、進んでっか。回復も入れた方がいいのかなと思ったんですけど。正直ちょっと時間も長くなってるので、区切りのいいところまで持ってきたいなっていうのは内心あるんですよね。まあまだシステムが全然分かってないっていうのもあるんですけどね。クイックスフィア、これは誰よ、ナスカよ。敏捷が上がるけど射撃が下がる。リミットブレイク1回ぐらいやってみるのもありかな。敵3体ちょっと多いね。完全に流しプレイになっちゃってますけど、敵にもやっぱり AI あんのかな。これなんかあまりにもランダムにしたら偏ってるような気もしなくはないから、と言ってるけど、これ何回あるんだろう建物。ちょっとスキル使うか。キャラ選択ってどうやんだろう。あ、キャラ選択左右でできるんだ。操作感も全然分かってないからな。分かってないっていうかな、なんだろう、その操作でいいのかって確証が持てなかった部分も多少あったから。割と広いところに出たけど、なんもない。多分こんな感じで選択肢する、多分上から順番に選んで感じになるんだ。そして 3D だから隠しアイテムがあるのかどうかもいまいちわからないしな。行動スタックしてくいみたいな流しになっちゃい、なっちゃいがちやな、これは。キャラ切り替えるときってどうやんだろう。キーボードでやるんだったら。3回。イベントが入る感じ。わあ、ここでもいかんのすんの。左右で選ぶ感じではなさそう。ここはマウスでやる感じ。あー、スラの体力がちょっとやばい。なんか戦闘中でもスキルどんどん覚えていくな。そうしたら、SP じゃない、ST なのか、これ。
ST 結構あるから、あれルアーも覚えてるの。あ、でも ST が少ないからアストラに任せた方が安全かな。まあいいや。そうしたら、ここまで来たので、あ、違う。セーブします。じゃあ行きますよ。そうだ、マウスクリック。オレンジ髪。いやー、よく来たね。お前誰だ？僕はモロコスフィアファーレンス、通称モロコシ。銀河を股にかける大将軍だよ。このダンジョンにお宝が眠っていると見たから、トレジャーハンターの僕は大将軍として探索を始めたのさ。将軍なのかトレジャーハンターなのかはっきりしてくれよ。ということで君たちも僕から何かを買って。いや、買うのだ。買わなければならない。危ない薬とかは勘弁してくれよ。そういったものがないと、ないのかと聞かれればノーということはできないね。できないのか。でもいらないと言っている人に対して、その商品をお客さんに押し付けるような行為は僕の人権に反する可能性が 50% あるのさ。お前何なの。否定しないのか。まあ見るだけならただだから見ていてくれると嬉しいね。ということで君たちに特別に僕の商品を見る権利と買う権利をあげるよ。ケイ、じゃあ商品見せてくれ。要はダンジョン内で出てくる商品か。レッドリレースで出てくる馬の商品か。何の話だよ。あとはなんだ、なんだっけ、名前忘れちゃった。忘れちゃった。あのドリル魔王で出てくる、なんだっけ、あの人。名前忘れちゃったんだけど、もうだいぶ前だから名前忘れてる。あ、ベルさん、そうだ、思い出した、ベルだわ。あの人だ。まあこんな感じでね、過去の実況ネタ挟むこともありますので、その点ご了承くださいね。気になる方は探してみてくださいね。まあドリル魔王って言って分かる人は微妙かもしれませんね。魔王と勇者の人狼中って言えば分かると思いますが、てか割と高性能な装備売ってんだな。あそこで買った意味は一体何だったんだろう。アンブレラって傘じゃん。まあいいや。あれ？あれ？ちょっと待って、装備してない？ちょっと待って。ありがとう。またの機会を楽しみにしておくさ。ちょっと待って、ニアってもしかして装備してない？あ、してないね。買ったのに装備してなかった。え？ってことは、あれ？そうだよね。装備してなかったもんね。買うしかやってなかったから。そうしたら、なんだ、やんやん。今回君これを特別サービスさ。なんだこれ。絶対に儲かる方法を書いた紙だよ。これを持って編集者に行くといいのさ。お、ネタか。おう。で、なんで編集者に頼まれてること知ってんの。それは商売人の勘ってやつかな。何も言うまい。よし、どんどん見ていきたまえ。レア物だよ。アンブレラはいいか、別に魔力だし。いや、あんまりレア物って感じがしないんだが。ふっふっふ。一回目の登場でレア物見せてしまった後の楽しみがなくなってしまうだろう。だから僕は後の楽しみを取っておいてあげるのさ。決して品切れってわけじゃないよ。何なんだろう。まあいいや。スタックしとけと思ったけど敵が早かったね。ってことはまだちょっと続くのかな。さすがに3階建ての建物にしてはあるのかなってのは思ったんですけど。
もう完全に作業芸になっちゃったな、旋風が。あとないよな、別に。ちょっとすいません、一旦カットします。その前にセーブさせてください。